何があっても心配するな。あなたのための政治を作らせてほしいんですよ。あなたが幸せになるような社会作りましょうよってことです。生きててよかったって思える社会作りましょうよ。ウクライナのダムに支援するお金があるんだったら日本の水道にお金使いましょうよ。ウクライナの復興に私たちは15億ドル、だからお金がないって言わないでほしいんです。トイレが一つしかない、体育館で床に寝なきゃいけない、あるいは食べ物、そういったものについても厳しいと。これ日本にお金使いましょうよ、ね、これも国会議員に成り立ての頃にヒヤッとしたことがありました。これ書かせるんですよ。さまざま日時や住所や名前はいいですよ。その後写真を添付しろって言ってんです。で写真が添付できなかったら町内会長の了承を取れって言ってんですよ。そういったことは検討してまいりたいと思っております。検討してる間も被災者はずっと変わり果てた家の中でエアコンもなく子供抱きながら我慢して住んでるんです。あなたの検討してるその間もずっとそうなってるんです。次に原口和弘君。原口君、はい、おはようございます。立憲民主党の原口和弘でございます。冒頭、この災害により亡くなられた皆さんに哀悼の誠を捧げ、そして被災地の皆さんにお見舞いを申し上げます。また委員長はじめ委員の皆様には現地ご視察いただきまして本当にありがとうございます。この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。さて、いくつか質問したいと思いますが、まず気象庁、佐賀の唐津、これここでもですね、貴重な人命が失われているんですが、線状降水帯の予報というのはこの時出ましたでしょうか。教えてください。よしよしよし。気象庁大林長官。答え申し上げます。本年7月7日から10日にかけて、活動の活発な梅雨前線の影響で九州北部地方や中国地方を中心に大雨となり、委員ご指摘の通り7月10日の朝には佐賀県等で線状降水帯が発生いたしました。この大雨に対して気象庁では段階的に大雨警報や土砂災害警戒情報等を発表して大雨への警戒の呼びかけを行いましたが、線状降水帯発生の可能性について半日程度前に情報を発表するには至りませんでした。委員長、原口君。そうなんですよね。皆さんのお手元の資料2をご覧になってください。これが7月8日から11日にかけての佐賀県を対象とした主な気象情報発表状況なんですが、今の線状降水帯がですね、4時39分にできましたと、できましたという情報なんですね。だからもう出てから聞いてたんでは逃げられない。で、結果ですね、その日の朝、発災してしまったと、こういう状況なんですね。じゃあ、線状降水帯を事前に察知し、そして、これを国民に周知するこの手はないかというと、そうではなくて、3ページ4ページ目の資料をご覧になってください。これ気象庁でもですね、ワーキングチームを作って、そしてさまざまな予算を投入して、スーパーコンピューターの富岳も入れてですね、予報の精度を上げようとやってるわけですが、これを加速してほしいということをまず気象庁にお願いをします。さて、そこで大臣に伺いますが、7月11日から7月14日の総理の外遊で、正直ですね、ちょっと言いにくいですが、アラブからの評判悪かったですよ。くさびを打ち込むということで行かれたみたいだけど、外務省のホームページ見てみると安倍総理がなさったことを確認されている。で、あとはあれ、こんなことで来られるのかなという正直反応でした。で、被災地からはですね、被災地にとどまってほしかった、日本にとどまってほしかった、日本の国民に寄り添ってほしかったということで、ただ私も閣僚してましたから、そうとばかりはいかないんですね。ちゃんと指示も出しておられます。それがですね、5ページです。これが総理指示なんですね。7月10日と7月14日です。ただこの総理指示を見ると、一般的な指示にとどまっておられる。で、今回、佐賀県だけ見てもたったのですね、4日で7月分の雨が降っている。昨日もずっと地元の皆さんと話をしてましたら、谷大臣、元はですね、60ミリとか70ミリで設計してたのが、もう100ミリで設計しないと建物とかさまざまなものできないと。今回の激甚性を思えば、もっと踏み込んだ指示が必要だったと思うし、それからもっと国民に、今回の雨は普段の雨と、もう今まさに6号が来てるわけですけども、違うという、そういう周知が必要だったんじゃないか。で、谷大臣とは過疎法をご一緒しましたね。過疎の谷さんということで。で、現地にお入りになるときには私たちも教えてほしいんです。ずっと待ってたんですよ。佐賀にもお入りになるということかなと、総理。で、結局、福岡に行かれて、それはありがたかった。久留米に行かれてですね、田主丸に行かれた。で、そこで総理は何を視察をされてですね、そして、何を指示をされたのか。そこで補助金のですね、上乗せをおっしゃったんで、本劇にさらに加えたものをお話になったのかなと思いましたけど、どうも役所と聞いてみると、いや、本劇の12ページに載せていますけども、この仕組みをおっしゃったに過ぎませんよということなんですが、谷大臣、その真意はどこにあったのか教えていただけますでしょうか。谷国務大臣。はい、
いろいろ、ご質問が多岐にわたろうかと思いますけれども、総理の外遊の評価というのは、さまざまなことを我が国の外交安全保障等々も含めて総理が判断されたのされたというふうに理解しております。またその総理の指示、今原口委員5ページの資料で資料を出していただきましたが、私の知る限り総理の指示で7月10日現地に入るなど早急に被害状況を把握すること、こういう指示はそんなには出ないと思います。ですから、この総理の指示を受けて私も正直な話、福岡なり佐賀の現地の受け入れを、大変大丈夫かということを心配、してたわけでございますけれども、早期に早く入らせていただいたということであります。その入るときに、こう連絡の話もございましたけれども、またどういうやり方が良いのかということは今後検討させていただきたいというふうに思います。それから、総理の方がこれ何ページでしたか、上乗せを話がございましたけれども、あの趣旨は激甚災害制度というのは原口委員よくご承知の通り、政府の方が一方的にエイヤで決めるのではなくて、被害の程度を一定の基準を満たすものについては、この激甚災害制度の指定をする、全国一律にするのか、あるいは局地的にするのかというのはまた音楽局来て分けていると。ですから総理の方もこの激甚災害の公共土木施設について、そういう方向で政府としては取り組むということを対外的に初めて明らかにしたというふうに承知しているところであります。委員長。谷大臣ですね、この内閣でも農水大臣とか国交大臣は地元に入られるときに電話がありますよ、来てくれと。あなたはそういうのをこれから検討なさるということで、それはそれでいいんですけども、つまり本劇の制度についてお話になったということで、私はですね、先ほども質問がありましたけども、もう数字にわたって襲われてるわけですね。で、今までの制度に数字にわたったところには上乗せしてほしいと何回も言ってるんですよ。今回それを受けてもらったのかなと思ったけど、そうじゃないということが分かりました。じゃあ本劇の指定、これはいつになりますか。これはね、今おっしゃったように地元の計算が整ってからということになると思いますが、目処を教えていただけませんか。というのは、次にこの事前着工っていうのは、これ国交省制度を持ってますね、農水省かも持ってますね。ちょっと制度について教えてください。農林水産省末山農村振興局次長。お答えいたします。被災しました農地農業用施設の復旧になりましては、今委員がご指摘ございましたけれども、査定前着工制度というものがございます。これは一定の要件を満たせますれば、災害査定を待たずに早期に復旧工事に着手することができる、そういう仕組みでございます。そうですね、皆さんのお手元の11ページにこの資料を出しています。これ実際にですね、工事に入っていいものか入って悪いものか、それ非常に悩むわけですね。公共施設はこれはできます、ね、後でさっき総務省の補助金だなんだ交付金だと、あるいは特効だということでやれるわけだけど、農家にとってはこれやっていいのかと。で、今ですね、被災地は非常に人手不足、資材高騰でですね、大変苦しんでいます。で、そういう中で、農水省これ徹底してほしいのと、それからこれ農水大臣に本来は聞くやつですけど、食料安全保障ということで、谷大臣も過疎地でそのご苦労がよくお分かりだと思いますので、農地の担い手今どういうことになっているのか、あるいは農地がどんだけ減ってきたか、農水省説明できますか。農林水産省勝野大臣官房新官。お答えさせていただきます。近年頻発する災害に対しては、様々な対応を農水省としてもさせていただいております。委員ご指摘のとおり、農業を維持し将来にわたって食料を安定的に供給するためには、農業生産を支える担い手を育成確保していくことが必要です。しかしながら現在の農業者の年齢構成から見て、今後その数が急速に減少していくというふうに見込んでおります。農水省では食料農業のその基本法の改正に向けまして、現在作業を進めております。そこで、中長期的に農地の維持を図ろうとする方を地域の、農業を担う人材として位置づけていくという方策につきまして、今後の方策のあり方について検討しているところでございます。委員長。原口君。
これですね、1999年から今食料農業農村基本法これ作り始めて一回も食料自給率達成したことないんですよ。で2020年で136万人だった農業を主とする方々はこのたった2年で7万人だからもう122万人になってる。でしかも平均年齢が68歳、65歳以上がなんと 70% の94万人、そして45歳以下って方は14万人しかおられないんですね。80歳以上が23万人なんですよ。でこのままいくと2030年には農家の人口は50万人になってしまうということは私たちの食料を作る人がいなくなる。そしてもう一つ私が危機的に思っているのはですね、谷大臣、耕作放棄地です。そして相続をですねもう諦めている、資産税を払って相続するよりももう土地そのものを諦める、こういう方々がですね農地の 20% を超えているわけです。で谷大臣に伺いたいのはまさに山は防災の基本ですね。山が荒れてしまうとあらゆる災害が降ってきます。平地が荒れてしまうと他の持つ保水力もなくなって災害が起きてしまいます。で今の来年の改正に向けてね、私は国務大臣として谷大臣にも声を上げてほしいんですよ。畑を増やして電を減らすってやってるでしょ、そういう基本法でしょ、今の検討の中身ですよ。災害の立場からぜひ声を上げてほしい。そしてこの間厚労省でしたか、ね、水道がもう地方まで山まで行かないというんだったら、ね、水道をなんと車で運ぶと、水を、こんなのありえないじゃないですか、ね、水道はどうやってもやんなきゃいけないんです。ウクライナのダムに支援するお金があるんだったら日本の水道にお金使いましょうよ。ウクライナ の復興に私たちは15億ドル世銀のこれの裏打ちをするわけでしょ、保証するんでしょ。だからお金がないって言わないでほしいんです。谷大臣、防災と農地農業との関係についてご所見を伺いたいと思います。国務大臣。原口委員おっしゃられる通り、まあ、山なりあるいは農地というのはさまざまな機能、多面的機能を有しておりますので、洪水とか土砂崩れなどを防止するという観点、防災減災の観点からも大変重要な役割を担っているかと思います。まあ、そういう中で耕作放棄地が増える、あるいは農業の担い手が大変少ないということは私自身有しきことだと思っております。まあ、そのためこう何としても農業を担う人を確保して持続的に農業ができるような仕組み作り、対策は必要かと思います。今農林水産省の方も産業政策とあるいは産業政策と地域政策を合わせて、こうしっかり取り組もうとしておりますので、まあ、私も内閣の一員としてそういう農地それから山森林の大切さ、防災減災に資しているそういう大切さからもしっかり、こう考え方を農林水産省の方にお伝えしたいというふうに思います。委員長、原口君、ぜひお願いします。さて、もう一回2ページに戻ってください。これがですね、7月8日から11日にかけての、まあ、我が佐賀県を対象とした気象情報の発表状況なんですね。で8日にはですね、レベル3の警報が出てるわけ。レベル3の警報というのは何かというと、高齢者等避難、つまり移動に困難な人たちは、これは超党派で平成26年か法律を作りましたね。あらかじめ自治体に登録をしていて、そしてその方々をしっかりと発災した時にも安全なところに逃げてもらう。ところが8日に出てるわけです。8日に出て実際にどれほどの人が避難できるかと。避難所の状況はですね、自治体によって、これ整備は自治体だから自治体によって違うんだけども、トイレが一つしかない、体育館で床に寝なきゃいけない、あるいは食べ物そういったものについても厳しいと。これ日本にお金使いましょうよ、ね、今実際に避難者の数は分かってます。避難者のその対象となる方の率はどれぐらいなのか、そして避難所に対してですね、特段の予算を入れるべきだということを指摘をしておきたいと思うんですが、数字分かりますか、率、どうぞ。消防庁、小谷国民保護防災部長。率ということでございます。例えば唐津市についての数字をお答えさせていただきます。唐津市の避難行動要支援者名簿に記載された人数は令和5年1月1日現在で6179人と把握しておりますが、
このうち高齢者等避難の発令後に実際に避難した方の人数や割合は承知していないところでございます。なお唐津市に今回3名の方がお亡くなりになった浜玉町今坂地区の7月8日15時に発令された高齢者等避難発令中の避難状況について確認したところ、避難行動要支援者名簿に記載されている16人のうち避難所に避難した人数について集計等を整理はしていないということでございました。9ページにですねございます。やはり地方財政の充当率、交付税措置、これを格段に増やしてほしい。お金がないっていうのはもう言わせない。私そのことを申し上げておきたいと思いますし、さっき強靭化の話がありました。で、いろんな成功している事例もあるんですね。これまだ僕は自民党の県議の時でしたけども、加瀬川ダムを作るということで、これかなりの難事業でした。加瀬川ダムを作ってですね、そして河川を浚渫した。佐賀県の場合柿の葉1枚って言うんですよ。干満の差の一番激しい海を持ってるから、一潮で柿の葉が1枚分の泥が溜まるんですね。だから常に浚渫をしとかなきゃいけない。で、今回もそういったことが効果を表したというのがですね、皆さんのお手元の8ページでございます。これは加瀬川ですね。やはりこういったことにですね、特段の予算を使ってほしい。で、さっき砂防ダムの話もありました。で、私の佐賀県だけでいうとですね、3800箇所ぐらいの砂防ダムが必要です。今整備をされたものは1000箇所なんです。で、今回もいろんなところ回ってきました。ここに砂防ダムがなければと、あるいは砂防ダムのチェックがですね、10年に1回、5年に1回なんですけども、これも国会議員に成り立ての頃にヒヤッとしたことがありました。砂防ダムが埋まってたんです、木でね。で、それで、当時の県知事に言って変えてもらいました。その2日後に土石流です。砂防ダムが埋まっていたら、その下の町はどうなったかということなんですね。だから、防災大臣におかれましては、特段の予算を確保、これから概算要求されるわけですし、予備費を3つも走らせているわけです。で、最後になりますが、レスキュードッグ、これ佐賀県でもですね、訓練をして各自治体と契約をしています。総務大臣の時に一番苦労したのは、人が埋まってるのか、動物が埋まってるのかわからないんです。実際に行って、そして危険を冒して、皆さんが助けられる。だけど、実際に蓋を開けてみると動物だった。動物だから死んでいいっていうわけじゃないですよ。レスキュードッグや様々なものに対する措置を万全としていただくこと、砂防ダムについても予算の規模をさらに増やしてもらうこと、農業農村を本当に担い手から、私たちの時は所得保障制度っていうのをやって、個別所得保障制度とやったわけです。皆さんこれをなくしてしまわれました。もう一回やり直しませんか。そのことを申し上げて質問に変えたいと思います。ありがとうございました。次に寺田学君。寺田君。立憲民主党の寺田です。まずはこのような質疑の機会を与えていただきました委員長含め、理事委員の皆さんに感謝申し上げたいと思います。秋田の方は約1ヶ月前、24日前になりますが、本当に未曾有の洪水がありまして、さまざまな被害が出ました。私の住んでいる秋田市は数世間にも上る住宅被害、浸水被害がありました。内水氾濫もありましたし、河川氾濫が合わさりました。で、県北部南部においては土木だったり農業であったり、さまざまな被害が出ております。で、まさしく先の委員の方々から激甚災害指定の話がありましたので、そこは与野党の国会議員ともども強く政府には要望しているところでありますので、その点ではない生活者支援、被災された方の生活者支援に絞って質疑をしたいと思いますし、大臣のご判断であったり国会としての判断によって変えられるところ、救えるところたくさんあると思いますので、ぜひとも20分間皆さんお付き合いいただけたらと思います。で、被災から20数日経ちました。で、今もなお床上浸水、床下浸水を受けて変わり果てた家の中でエアコンもなく強い異臭を放つ中でやむなく暮らしている方々はたくさんいらっしゃいますし、もうそのようなところには住めないということで借家を借りたり誰かの家に間借りをして、なんとか今命からがら生活している方々が今もなおたくさんいるという前提に立った上で、運用の改正をお願いしたいというのが今回の趣旨です。まず現行の制度ですけれども、支援自体が不十分であることは論待たないと思います。床上浸水された方直接聞きましたけれども、一般的な住宅で床上浸水した時に大体どれぐらい皆さん被害かかるかご存知ですか。様々あると思いますが、私が聞いて驚いたのが、1回床上浸水しただけで1000万を超えるそうです。
で、後ほど時間があったらお話したいんですが、5センチ床上浸水しようとも1メートルしようとも基本的に内側の壁は壊さなきゃいけないし、内側の断熱は全部取っ替えなきゃいけないです。でも当然ながら床下をすべて畳だろうが何だろうがクリーンアップして相当乾かしてようやく現状に回復できるかどうかギリギリのところだというような深刻な被害です。で、支援が不十分だということは当然のことながら、私が申し上げたいのは今ある生活者支援の仕組みおよび運用、国が定めた運用ですけれども、それが被災者の立場に全く立っていなくて救済を遅らせる原因になっているということを私は申し上げたいと思っています。今災害から今日で25日目です。秋田の場合約3週間過ぎましたけれども、罹災証明ようやく昨日から出始めています。災害に詳しい方ご存知と思いますが、罹災証明が出るか出ないかでまず災害の第一歩が始まります。救済の一歩が始まります。私が調べている限りで罹災証明、まあ、もちろん自治体が出す被害証明もありますけれども、それによってようやく受けられるのが被災者生活再建支援金、今回五条の目町と秋田市が適用になりますが数百万円です。義援金、皆さんから集めていただいた義援金、住宅リフォーム支援事業見舞い金もそうです。で、国の賃貸型応急と言ってますけども、応急住宅制度も罹災証明がなければできません。住宅の応急修理も罹災証明が発行されてなければできません。税と公共料金の減免や猶予も同じです。災害住宅の住宅融資や給付も同じです。まずは被害の状況を把握して罹災証明を自治体が発行するところから被災者生活者の支援は始まるんです。しかし24日経って初めて昨日秋田市がようやく床下浸水の方々に対する発行を始めたと言っています。秋田市の災害の状況を申し上げますが、住宅浸水、今回河川氾濫と内水氾濫が合わさりましたので住宅浸水調査をしなければならないというのは2万件です。で、2万件をこの3週間の中でようやく歩き回って被害がないと認定できたのが約1万件、残り1万件のうち被害が確実にあると判断できたのが4500件、まだ被害はあると見越すけれども未確定なものは5500件で、被害が確実にあると決まった4500件のうち床上浸水が3000件です。で、床下浸水が1600件で、罹災証明調査をしてほしいということを申請しているのが2100件ありますが、まだ調べられてません。これから60人体制で1日80件もあるんですけれども、単純計算で約64日かかります。結果として被災者の方が災害を受けてから3ヶ月経って罹災証明を受けて、さっき申し上げた見舞い金やら支援金やら融資やら何やら応急住宅制度やら様々を受けられる、こういう仕組みになっているということ自体を十分把握しなければいけないと思います。今回秋田市ですが、今日ご参集の委員の皆さんにもいつ何時このような住宅被害浸水被害が起こるか分かりません。起こってから罹災証明だ半壊だ全壊だっていうんですが、3ヶ月かかるということです。で、なぜそうなるのかということを申し上げたいんですけれども、被害認定調査罹災証明書の発行の法的根拠とそのプロセスです。下段の方に被災から支援措置の活用までの流れってあるんですが、まず一番左が発災直後から被災者の方がしなければいけないことです。被災者から市町村への申請をしなきゃいけません。皆さん想像してほしいんです。家が床上浸水で泥まみれになって途方に暮れて、なんとか泥をかき出しているときに市町村へ申請する暇間なんてありますか。時間的にも物理的にも精神的にもないですよ。で、これ1点まず政府参考人に聞きたいんですが、上に法的根拠ありますが、私はね、今回秋田市のような大規模な浸水被害があったら申請なしにも市役所が浸水エリア分かってるわけですから、能動的に申請なくても出せばいいんですよ、調査して。これ法的な整理聞きますが、罹災証明書、申請がなくても罹災証明書を自治体が発行することは妨げでないですよね、法律的に。いかがですか。内閣府高橋政策統括官。お答えいたします。災害対策基本法第90条の2第1項では、市町村長は被災者から申請があったときは罹災証明書を交付しなければならないと規定されております。罹災証明書の交付は被災者からの申請を前提としているものと認識しております。議員ご指摘のとおり、罹災証明書の交付申請に際しては、被災者の負担の軽減にできる限り配慮することが重要であります。このため内閣府では、例えば高齢であるとか遠隔地に避難しているなど被災者本人が申請できない場合を想定し、代理人による申請を可能とするよう関係団体に周知しているところでございます。各自治体においても、例えば令和5年の石川県能登地方を震源とする地震への対応に際し、石川県珠洲市では看護師保健師等が高齢者世帯を訪問する際必要に応じて代理申請を行うなど、被災者の負担の軽減に配慮した取り組みが進められているものと承知をしております。茶田君、答えてないです。ちゃんと理事の方々もちょっとぜひお力貸してほしいんです。
代理で申請することができるって言い方をしてるんですが、私が聞いてるのはそんなことじゃないです。申請がなくても自治体が能動的に発行していいですかって聞いてるんです。それを法的には妨げてないですよねって聞いてるんです。イエスはノーですよ。聞いてください。答えてください。高橋統括官、お答えをいたします。委員ご指摘 の申請によらず理財証明書を交付するということについて、これ禁ずる法律上の規定はないと認識しておりますけれども、仮にそのように運用しようとする場合には、理財証明書の交付を要する程度の、重加被害が生じ、かつ自ら交付申請できない状況にある被災者を、応急対応に追われる自治体側が網羅的に補足できるかといった課題とか、また申請を受け付けた順に理財証明書の交付を行っている自治体において、申請がない場合により早期の支援を必要とする被災者を、どう見分けていくかといった課題があるというふうに考えております。寺田君、できるでいいんですよね。もうそこはっきり言ってくださいよ。自治体は、萎縮するんですよ。国から後で何か言われるかと思って。できるんですよね。高橋統括官、お答えをいたします。理財証明書を交付することを、申請によらず、交付することを禁ずる法律上の規定はないというふうに認識しております。寺田君、国が制度を定めてそれを厳格に運用するってこと自体は、私は行政官としては大事だと思うんですが、先ほど申し上げたとおり、秋田市これだけ被害が出て24日目に罹災証明書の床下浸水ですよ、床下浸水も非常に大変なんですが、より程度の軽いところしか出てってないんですよ。本当に一番支援が必要な人たちは床上浸水ですよ。もちろん床下も大事ですよ。床上浸水の人ほど困ってますから。だから様々な制度を厳格に運用とすることが、被災者にとってどんどん支援が遠ざかっていく、時間が遅れていくっていう状態にあることを認識してほしいんです。で、この申請、別に申請自体を否定はしませんよ。申請がなくても私は自治体が発行できるようになれば、私は裁量を持った首長さえいれば、どん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 被災者の立場に立ってやれると思います。それを妨げないんであれば、妨げないような答弁だったのでそれでいいと思いますけど、じゃあ申請書がどうなってるかということを今お手元に出したので、ぜひ皆さん見てください。一番ひどい例と一番調べる限り簡便な例を出しました。一番上が山口市で、私が知る限り一番ひどいです。被災して床上浸水して泥まみれで大変な苦労の中でこれ書かせるんですよ。さまざま日時や住所や名前はいいですよ。その後写真を添付しろって言ってるんです。で、写真が添付できなかったら町内会長の了承を取れって言ってるんですよ。町内会長だって被災者の可能性十分にありますよ。こんな様式が未だあるわけです。一枚裏をめくってみてください。和歌山県の海南市です。証明願いめっちゃシンプルじゃないですか。これでいいわけですよ。もし申請が必要であれば、被災した人たち泥まみれになって臭い中でなんとか命からがら生きて、もう心も体もヘトヘトになっている人に何か申請がもし必要だとすれば、この程度で十分だと思うんです。で、一応レクの中で、今年の先の頃に簡便なフォーマットを一応自治体に対して、ご参考までで送ったという話ですが、それでもやっぱり秋田市は山口市に近いような感じです。自治体だって追いついてないんですよ。これね、罹災証明自体は国でフォーマット化してるんです。これにしなさいと。だったらこの海南市のモデルにこれにしなさいと通達すればいいですよ。自治体として負荷増えるわけじゃないんですから。罹災証明を申請を求めなきゃいけない場合においては、このフォーマットを基本的に使うようにと通達出してください。参考にいかがですか。近年の災害において応援職員を派遣した自治体等から、自治体によって罹災証明書の様式が異なると、迅速な交付に支障が生じるとの指摘があったことから、内閣府では令和2年3月に罹災証明書の統一様式を各自治体にお示ししたところです。で、一方で議員ご指摘の罹災証明書の申請書に、でございますけれども、自治体によっては、迅速な被害認定調査のため、被災住家の写真や一図の添付を求める事例もあるものと私どもも承知をしております。で、今後ご指摘も踏まえて申請書の統一化について、自治体の意見も踏まえ対応を検討していきたいと考えております。なお、今この罹災証明書を含むいろんな被災者の支援システムを電子で効率的にやっていこうというようなクラウド型被災者支援システムというものを、導入進めているところでございますけれども、この中では内閣府が定めた申請様式を、準備しておりまして、全国において統一的な運用を促しているところでございます。最後お話になったご立派な仕組みもいいですが、もうそれこそ今だって今日明日にでも住宅被害出るわけですよ。その可能性あるわけですよ。だとしたら自治体の意見を聞いてる糸間があったら、この一番簡便なものをこれモデルにこれで使ってくださいと通達すればいいだけですよ。それによって困る自治体ってないですよ。もし困るとしたら国がこと細かく様々なことを後々求めてくるんじゃないかという恐怖感だけですよ。もっと国が被災者の立場に立って一日でも早い様々な支援の見通し取りたいですよ。自分がこの家に住み続けられるのか、
済むとしたらどれぐらいかかるのか、その時にどのような自治体から国から支援があるのか、融資はどれぐらい受けられるのか、自分のこれからの年齢も含めて考えますよ。できる限り支援のメニューというものは早い段階で被災者に示されることが被災者のこう復旧の最も大事なところじゃないですか。それを国の制度自体、運用自体が妨げていると、そこを改善してほしいということを申し上げているんです。で、次に移りますけれども、先ほど申し上げた通り、もうこれから最大で秋田市はもう2ヶ月以上罹災証明を出すまで、罹災証明を出すということは被災した人がさまざまな応急的なことも含めてどのような義援金を含めて受け取れるかどうかはっきりする、そしてはっきりして受け取るまで最短でもそれぐらいかかるって話ですよ。で、ぜひ皆さん見てほしいんですけれども、自治体の職員の皆さんがどれぐらいの被害があったかということを判定するんですが、一次調査と二次調査があります。秋田市は約2万件の一次調査が、まあ、大体終わりました。で、同じようなフローなんですけど、フローのところの下に外力あり外力なしって分けてるんです。で、河川氾濫とか土砂崩れのような外からの圧力があった場合には、一次調査で歩いて外から見てどれぐらい浸水が上がってるかということで罹災証明の根拠となる調査が終わるんです。終えることができるんです。ただ内水氾濫のようにじわーっと上がってきたものに関しては外力がないので一次調査ができない。一番最後のページですけれども、二次調査をやらなきゃいけないです。で、二次調査をやるってことはお家の中に入っていろいろ様々な建具だなんだを計算してってやるのでめちゃめちゃ時間かかるんです。秋田市が罹災証明を出すのに苦労している、時間かかっている理由がここにあります。で、先ほども申し上げましたけれども、細かく正確に被害の実態を理解して把握してそれをこう把握すること自体は必要な部分はあると思いますが、そこに軸足を置いている限り被災者の立場に立ってみればどんどん自分に対する救済が遅れていくんですよ。これもね、判断できると思います。もう外力ありだろうがなしだろうが床上浸水した瞬間に外側から見る浸水深で判断したらいいじゃないですか。そしたら秋田市終わってんですよ、調査。それなのにこと細かく正確にできるだけ把握しようというこの国の意思自体が調査を遅らせ、判定を遅らせ、罹災証明の発行を遅らせて被災者の方々への救済の時間がかかりまくってるわけですよ。これね、政治の責任ですよ。こんな仕組みを放置してるからこそ浸水被害になって被災になった人たちの救済を遅らせてるのが国と行政の責任なんですよ。我々のせいですよ。これ直しませんか。あの3ヶ月経って応急住宅って応急じゃないですよ。応急って多分被災された方々の皆さんの印象だったらもう1週間10日ですよ。だって応急なんですもん。自分たちが住む家がもうこのまま住むことがこのままじゃできないから応急処置をするんですよ。それが3ヶ月経った後にできましたって応急じゃないじゃないですか。大臣、もう政治判断ですよ。これから秋田市一生懸命、いやこれね、ある方はいや県外からもう人集めて、調査職員を増やせばいいじゃないかって声があるんですけど、いやそれはね、皆さんも選挙区回ってるか分かるんですけど、いきなり他のところから来て地域の事情分かるかって分かんないですよ。で、やっぱりそれは少なくとも当該市町村と県が協力してやらざるを得ないですよね。だとしたらできる限り早く終わらせるには調査の内容をより簡便化することしかないんですよ。大臣、もう5分切っちゃったんで最後質問したいです。大臣のご判断でいいですよ。できるだけ早く罹災証明を出すためにより簡便な判断で結構だと。秋田市含めこれから出る、まあもちろんこの内容自体これから調査して様々変えたらいいと思いますが、運用自体はできるだけ早く罹災証明を発行するために、調査自体はできるだけ早くするために大まかな感じでいいと、ぜひ、ね、政治的に判断してくださいよ。大臣いかがですか。谷国務大臣。あの秋田市がまだ調査終わってない、ということは引用してくる通りで、正直な話、今までさまざまな災害を私も経験しました。数万戸の流された東日本大震災も何度も被災地に来ました。それでこう被害の罹災証明が大変遅れているということは、正直な話、今まであまりありませんでした。しかし現実に今回こうなぜこう交付がより迅速にできてないかということを、国の方でもしっかり検証する必要があると思います。寺田委員の国の方が厳しく細かくというのは、そう国の方が、罹災証明書そのものは簡単なものでございます。ただ自治体によってそういう申請を
自治体によって変えている、それをまあできる限り簡素化するということはおっしゃる通り、またしっかり検討しなければならないというふうに思っております。海南市の例が出ましたけれども、石田元総務大臣の地元ということであるのか、大変、コンパクトで簡素でということで多めの言葉がありましたけれども、そういったことは検討してまいりたいと思っております。時間になりましたけど、検討している間も被災者はずっと変わり果てた家の中でエアコンもなく子供抱きながら我慢して住んでるんですよ。あなたの検討しているその間もずっとそうなってるんです。でこれからも今台風来てますけど、委員長のご地元を含めて本当に深刻な危機が迫ってますよ。大臣が検討している間にそういう被害に遭った人もこれから会う人もそういう状況に置かれるということを十分理解した上で早急な判断をしてください。以上で終わります。谷国務大臣、ジロリシタボをできる限り早くするためにいろいろ我々としても検討を進めてまいりたいと思います。私自身も地元で万を超える浸水被害もありました。それで、その時は罹災証明の問題はほとんど聞きませんでしたけれども、今回なぜこういう事態になったのかということを、十分勉強さし検討し、委員が言われるようにとにかく早く罹災証明を出さなければ、その後のさまざまな手続きができないことも委員ご指摘の通りです。しっかり、我々も頑張ってまいりたいと思います。委員長すいません、ありがとうございます。罹災証明に対する不満を聞いたことがないってどうかしてますよ。聞こえてないだけですよ。でね、何万件にも及ぶ被害と一件の被害もその人にとってみれば同じなんです。でね、何万件だから別に許されるとか一件だから別に早くしなきゃいけない、そういうことじゃない。どんな被災者であったって私は少なくとも1週間から10日ぐらいで判断できる範囲で判断して罹災証明出すべきだと私は思っています。委員長含めて力貸してください。よろしくお願いします。終わります。